ザッ。はい、今飛び込んできましたニュースが、長野久義、まあ今現在広島なんですけども、電撃復帰。さあどこに復帰したかというと、5年ぶりに巨人へということでですね、まあこれは長野が5年前、人的保障で広島に移ったという経緯がありまして、それで28人のプロテクトから漏れてたということで、まあ、広島が長野久義をこう取ったという経緯で、まあ、広島に、まあ、5年前に移ったということなんですよね。で、まあ、ちょっとびっくりしたのは、長野の経歴を見ると06年に日本ハムからドラフトされてて、08年にもロッテから指名されていると。それを蹴って、巨人のドラフトを待ったという、まあ、それだけ巨人に入ることを熱望してたわけですよね。で09年に念願の巨人入り、まあドラフト1位で、ここまで待って巨人と相思相愛でドラフトされて入団するわけですけども、まさかプロテクトされてなかったというふうに、まあ世間もすごく驚いたんですけども、まあこの度、人的保障を人と人とでは多分ないと思うんですが、長野が巨人に、まあ、移籍をすると、また古巣に戻るということですよね。まあこれは非常に心が温まるというか、巨人も長野のことを忘れてなかったし、もちろんこう広島もですね、まあ、人的保障で取った、まあ、長野というのはどういう人間かというと、非常にもうジェントルマンで、まあ本当に紳士なんですよね。まあ、それで、まあ、若い選手の見本にもなるし、まあ、広島もこう置いときたかったと思うんですよ。その広島をの若手を育成するためには、やっぱこう人としてすごく立派な長野をこう見て育てっていうような、そういう形も取れたわけですけども、そうですね、まあ、巨人に復帰をさせてあげる広島もすごく太っ腹だなと思いましたし、まあ、巨人も長野を忘れてなかったということで、まあ、すごくほっこりするようなニュースで、なんか心が温まるという、まあ、そんな感じを受けました。まあ、長野は、広島の時に、まあ、主に、まあ、代打で、まあ、活躍をし、まあ、2年目なんかは代打成績が4割ぐらいあったんじゃないかなっていうふうに、まあ、記憶をしてますけども、まあ、本当に今年も、まあ、ちょっと成績不振で2軍に行くことがあったんですけども、まあ、そこでも腐らず、なんとか最後まで自分を戦力として、使ってもらおうというその努力の跡というのがね、こう見えまして、それで上がった時には、上がってきた時にはすごく結果も出しましたし、まだまだこう老け込む年ではない。まあ今年37、まあ、来年38になるわけですけども、まあ、巨人の外野手、まあ、センター丸、ポランコ、ウォーカーとかいますけども、まあ、長野の出番というのはすごく大きくなるし、まあ、亀井が抜けてからこう丸、日本人では丸ぐらいでなんか軸となるような選手がそうなかなか、まあ、いなかったということからすると、まあ、長野の実力、また古巣に帰ってからの巨人での活躍、なんか目に浮かぶようなんですよね。これはなぜかというと、やっぱ首位打者も取ったことあるし、最多安打も取ったことあるし、まあ本当に右で言えば、まあ先ほど引退したような、先に引退したような内川のような、バットコントロールというか、まあしぶとさもあるし、勝負強さも持ってるし、だから非常に期待するところは大きいです。で、まあその38という高齢の人間を取るということは、まあ将来的にも少し見据えてるかなという感じがするんですよね。これなぜかというと、まあ、何をかっていうと、やっぱ指導者としてやっぱこう人間的に素晴らしい人をやっぱこう置きたいという、まあ原監督の願い、巨人の思惑というのがあるんじゃないかなっていうような気がします。
まあ、本当に長野とは、一回こう飲む席で会ったことがあるんですけども、本当になんかこう周りにすごく気を使えるというか、なんか一人でも楽しくなさそうな人がいるとこう声をかけてあげたりだとか、なんかすごくですねこうみんなをこうまとめるというか、そういう力があるなというね。それで飲み方も本当に綺麗ですし、まあそういう飲み方が綺麗だからどうのこうのっていうのは、まあ別問題かもわかりませんけども、本当に野球選手としてすれば本当に綺麗な飲み方をする、まあ本当にジェントルマンだというようなね、まあ広島でもまあそういうことの逸話というのはいくつも聞いてますけども、なんかこのニュースを聞いてこう不快に思う人は一人もいないと思うんですよね。野球界でいろいろありますけども、なんかこう巨人が長野を忘れてなかったこと、まあ広島も長野という人間性を考えると、やっぱこう将来的にはコーチだとか、まあ監督とかそういうところまでは考えられるような人間性の持ち主で、まあそれをあえて巨人に戻してあげるというこの懐の大きさで、巨人も忘れない、下の長野を忘れない、そのこうなんていうんですかね、心温かいところも見せてますし、だからこの電撃トレード、まあ、5年ぶりに巨人へ、これはすごくこのオフ、まあ、今まで、まあ、オフの期間まだ短いですけども、一番なんか心が温まるような、まあ、そんなニュースが飛び込んできました。だから、まあ、長野の活躍というのはですね、まあレギュラーということにはならないかも分かりませんけども、まあでも出るチャンスは大いにあるし、また代打としても右の代打の切り札としてですね、まあ脅威を振るうんじゃないかっていうようなことはこう想像できます。まあそれと何よりやっぱり巨人に09年にこれだけのドラフトを蹴って、まあ、念願の巨人入りしたわけですから、本当長野ももう一度っていう新鮮な気持ちでですね、まあ巨人の中に入っていけるんじゃないかなっていうような気がします。まあとにかくやっぱり右の強打者が巨人に移るというのは広島にとっても脅威ではあるでしょうし、内情を知られてるということではやっぱ長野っていうのは出しにくかったと思うんだけども、まあそれをまあおそらく巨人が声をかけたんだと思うんですけどもね、まあそこをおそらく、まあ、なんて言うんですよね、まあ快諾してくれたということで、まあ本当に心温まるニュースでしたね。まあ長野久義ものすごくまあ代打とか先発でも出てくるとどうしても気になるような選手でしたし、それがまた巨人のユニフォームを着るということは、まあ、すごくいいことだと思いますね。まあ、こういうトレードが行われるとすごくほっとするようなところもありますし、今はなんかこう選手をこう商品化っていうか商品のように扱うようなまあ時代にもなってきてますし、本当のビジネスライクでこうやってて、そうですね、まあ商品としか思わないような出来事も起きてますけども、まあこのニュースはですね本当に商品ではなく人として、こういう電撃復帰とか5年ぶりに巨人へという、まあ素晴らしい、そうですね、巨人と広島の間での出来事だったんじゃないかと思って、まあ、私も長野の巨人に移籍するっていうのはすごく嬉しいですし、まあ、巨人と広島が、まあ、そういうことを行ったということが、まあ、なんか素晴らしかったなっていうふうに思って、まあ、動画にしました。まあ、これからも長野を見守っていきたいし、応援もしていきたいと思いますし、広島の懐の広さ、素敵だなというふうに思って動画にしました。